Go to the top ジャムボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、先日 JO1 YouTube チャンネルより公開された JO1 ヒッチハイカーハイライトメドレー、こちらを見てリアクションしていきたいと思います。鶴さんのラモネボーカルルーム。さあさあ、こちらのですね、鶴さんのラポネボーカルルーム、4月の下旬ぐらいから JO1 に関する動画をですね、たくさん公開してきました。なぜかというと、5月29日皆さん何の日か知っていますよね。その日は JO1 の8作目のシングルヒッチハイカーがリリースされる日でございます。先ほど言った JO1 に関する動画を公開してきた理由はそこにありましてですね、なんとしても初登場1位の記録をですね更新し続けてほしいという1ジャムとしての僕の気持ちをですね動画に込めました。少しでも多くの方に JO1 の魅力を知っていただきたいというふうに思いますし、 JO1 めちゃくちゃかっこいいですからね、今まで以上に活躍してほしいというふうに思っております。そしてこの動画はですね、ヒッチハイカーのハイライトメドレーを見ながらリアクションしていくっていう内容の動画なんですけれども、ハイライトメドレーっていうのは何なのかというと、その CD に収録されている曲をですねちょっとずつ聞くことができる動画です。もうすでにね聞いたことがある曲もありますし、今回初めて聴く曲もですねありますので、聴いていくのが非常に楽しみです。そして少し前にですね、今回のヒッチハイカーに収録されているラブシーカー、テストドライブ、そしてアクア、こちらのですね歌声解説動画はすでに公開されております。この辺にね多分サムネイルが載ってると思うんですけど、このサムネイルの動画なので JO1 一人一人の歌声をですね細かく知りたいという方はぜひこちらの動画も見てみてください。鶴さんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きな JO1 とラポネ所属アーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速 JO1ヒッチハイカーハイライトメドレー聞いていきたいと思います。おいラブシーカー、いやーいいねいいね、このいいね、この写真のカットインめちゃくちゃいいですね。ミュージックビデオはねもちろん素晴らしかったんですけど、こういう映像もいいですね。ポップな感じのねラブシーカーにぴったりかなっていうふうに思います。いきますよ。おいリーダー、あいいね、こういうのいいね、あいいね、すごくいいよ、あいいねいいね、止めちゃいますね。いやすごくいいですね、写真ならではのね良さっていうのが出てますよね。てかね、1曲目でラブシーカーってね最高ですね。皆さんぜひヒッチハイカーゲットしてくださいね。いきますよ。ラー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 、お次がそうテストドライ、あいいねいいね、なんかポップな感じの作品ですね。ヒッチハイカーテストドライブはねラブシーカーと同じポップな感じなんですけど、テストドライブはニュアンス可愛い感じの曲ですよね。じゃあ聴いていってみましょう。あいいね、ほらねやっぱりなんかみんなやっぱ可愛いですよね。ウェイ、あいいね、あいいねいいね、タッタタッタタッタでこう写真のカットがねパン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 みたいな感じでねリズムが合ってるのがすごく良かったですね。いやいいな、これは素晴らしい作品になること間違いなしですね。続きいきますよ。あそう、おいスカイさん、あつるちゃん、あやっぱみんな可愛いね。おいそうこういうのね、あいいねいいね、いやいいね。これは何の撮影だろう、ジャケット撮影かな、何の撮影なんですかね。ジャム先輩ぜひ教えてくださいね、コメントで。続きいきますよ。あーケイゴさん可愛いね、やっぱみんなテーマが可愛いなのかな、テストドライブは。お、シュガー、あ、かっこいい、
めっちゃかっこいい。 R&B ですね、シュガーはね。あれシュガーってどっかで披露されたりしてるんですかね。動画上がってますか。めちゃくちゃかっこいい曲ですね。続きいきますよ。あー、こういう曲はね、僕は大好物なんですよ、 R&B。 衣装もかっこいいね。この撮影は今度は何の撮影だ。あー、小生さんイケメンですね。めちゃくちゃイケメンですね。てかね、 JO1 のみんなはイケメンなんですけど、この表情が素晴らしいですね。女性の皆さんキュンキュンしてんじゃないですか。続きいきますよ。このうつろな表情が、あ、スカイさん、スカイさん、あ、いいね、かっこいいな。ん？ライドトゥーユー、ライドトゥーユーが4曲目ですね。ショウヤさんもやっぱりね、かわいいですよね。続きいきますよ。あ、ちっちゃい車、ちっちゃい車、ワンパクですね。あ、つるちゃん、あ、つるちゃん、つるちゃん、つるちゃんはね、真顔の時と笑った時の顔のギャップがね、ものすごくね、僕好きで、笑うとこう顔がね、くしゃってなるじゃないですか。あれめちゃくちゃ可愛いですよね。続きいきますよ。あー、いいね、このゆったりした感じ。おー、砂、ケイワさん砂ケイワさん砂、もう砂落としてるだけなのにめちゃくちゃかっこいい。これはね、反則ですね。で、ライドトゥーユーは割とこうゆったり聴ける感じの曲調ですね。続きいきますよ。いやー、かっこいいな。おー、たくみさん、たくみさん髪短い。あれ、テストドライブもラブシーカーも髪短かったでしたっけ。なんかね、めちゃくちゃ短い感じがする。短髪も似合ってますね。超かっこいい。次いきますよ。わー、いいね。うー、あ、レンさん、レンさんレンさん、もうなんかヒッチハイカーのリアクションっていうよりも JO1 メンバーそれぞれの表情だったりのね、魅力についてこうテンションが上がってる鶴さんがここにいるんですけど、ぜひ皆さんね、テンション一緒に上げていきましょうね。いや、レンさんはね、もうほんとね、美しいっていうね、そういったイメージが僕の中には非常にあるんですけど、もうこれね、これ僕がやっても何も変わらない鶴さんって感じですよね。続きいきますよ。いやー、いいね、かっこいいね。あ、リーダー、あ、リーダー、なんだろう、リーダーの姿を見るとね、すごくほっとします。なんかこうね、にじみ出ている、なんていうんですかね、包容力っていうんですか、なんかすごい安心しちゃうな、リーダー。これがね、リーダーたるゆえんなんですかね。すごい魅力ですよね。いきますよ。あ、終わっちゃった。レモンキャンディー、お、レモンキャンディー、なるほどね。5曲目、5曲目はレモンキャンディー。めちゃくちゃ可愛いタイトルですね。曲調もやっぱり可愛いのかな。聞いてみよう。結構かっこいいね結構かっこいいね。なんか名前がね、レモンキャンディーなんて言って、ちょっとね、こう可愛い感じのタイトルだったから、またね、可愛い感じのニュアンスの曲なのかと思ったら、リズムががっつり聞いてめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ちょっと続き聞いてみましょう。かっこいい、ええ、わ、かっこいい、かっこいいね、かっこいいよ、スカイさん、たくみさん、いや、いやいや、超かっこいい曲。これリズムが効いてる曲僕好きですね。だからね、R&B とかロック系のね、バンドサウンドとかすごい好きなんですけど、レモンキャンディーめちゃくちゃダンスミュージックっていう感じですかね。すごいね、ガツガツした感じが好きです。いきますよ。おいおいおいウェイさっきウェイしか言ってない。何のリアクションだって感じですよね。なんかもうこう JO1 のメンバーがね、それこうバンバンって出てくるタイミングでこうテンションが上がっちゃって、ウェイしか言わなくなってきちゃってますね。続きいきますよ。メンさん、次は、あ、全員で、6曲目が、あ、アクアね、アクアね、最後がアクアなんだ。ライブ配信でね、生歌歌ってましたよね。歌声解説動画ね、僕も少し前にね、公開したんですけど、めちゃくちゃかっこいい曲ですよね。続き聞いてみましょう。
あーいいねいいね。あーかっこいいね。お、純喜さん。純喜さん、JO1 のメインボーカルですよ、純喜さん。やっぱりね、みんなそれぞれ違った要素のイケメン度がありますよね。イケメン度って言って日本語合ってる？イケメンの魅力っていうかね。いやー最高ですね。いきますよ。おい、あーかっこいいね。あー圭吾さん。あー豆ちゃん。あー匠さん。あーリーダー、やっぱリーダーホッとするね。リーダー登場ホッとしますよ、僕は。ただそう思っているジャム先輩もね、いっぱいいると思うんですけど、やっぱりリーダー見るとなんだろうな、この安心感が半端ないですね。次行きますよ。あ、王子王子。お、あーいいね。あースカイさん。あーいいね。うん、やっぱね、アクアはかっこいい。これで終わりかな。さあ、JO1 ヒッチハイカーハイライトメドレー見ていきましたけど、全6曲入りですね。皆さんはどの曲がお好みですか？僕はね、全曲なんですけど、まあ、個人的趣味で言ってしまうと、レモンキャンディーかアクア、この2曲ね、好きですね、僕。そして今回のヒッチハイカー、ポップな感じから始まって、しっとり聴かせて、最後はアクアのパワフルな歌声っていうね、そういう感じの流れになってるんですけど、どの曲もね、勝負曲としていける感じのクオリティだし、JO1 のね、かっこいい歌声が聴けると思います。2024年5月の29日リリースとなっております。で、今回のですね、ヒッチハイカーは1ジャムとしてですね、なんとしても初登場1位を獲得していただきたいという気持ちでですね、4月の下旬から JO1 の魅力を一人でも多くの方に伝えるために、 JO1 のリアクション動画だったり歌声解説動画をメインでこちらのチャンネル公開しております。リリースまでね、 JO1 のパフォーマンス動画だったり、こういったヒッチハイカーに関する動画公開されたらリアクションしていきたいと思っていますので、皆さんぜひよろしくお願いします。それでは今回の動画、この辺で終わりにしたいと思います。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。